くらの味噌バター豚丼、めちゃくちゃいい匂い。おお、お花の奥がパラダイス。そのままで十分ごちそうだね。皆さんこんにちは、須藤アナです。炊き込みたい季節になってきましたな。キノコ、いやいや、タケノコ、いやいや、炊き込むと言ったらコーンでしょう。炊けたコーンご飯にバターを混ぜたら、あわわ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 わ、今日は思わず食べたくなる味だよ。ということで今回は、名前だけでもう勝ったも同然、悪魔の味噌バター豚丼を作ろうと思います。まずはコーン缶の汁とコーンを分けます。今回使用するお米は2合分です。2合分のお水を入れます。ちゃんと炊飯器の目盛りと同じようにですね。コンソメを2かけ、お醤油、お酒、お塩、コーンの汁、一旦軽く混ぜてください。コンソメはさ溶けないけど、まあ、そこは気にせずにコーンをまんべんなく入れてください。汁とコーン分けた理由は単純にコーンが上にあった方がいいからですね。汁はちゃんと甘みがあるからご飯と一緒に混ぜたかった。一緒に混ぜちゃうとコーンが沈んじゃうので、炊飯器にセットして通常炊飯します。お肉に味をつけます。お酒、みりん、お味噌、味の素、揉み込みます。このうにゅうにゅうした感じがたまらないよね。夏やるとさちょっと気持ちいいんだよねこれ。最近ね、お米をね冷蔵庫で保存するようになったの。そしたらさ、米研ぎの時すんごい冷たくって、誰か助けてほしい。冷蔵庫で10分置いておきます。フライパンに油をひいて、火加減は中火くらいです。あんま強火にするとお味噌とかが入ってるから焦げやすいんで、あんまり強火にしないでください。普通に炒めてもらって、今回 350g 入ってるのを使ったんで、わんぱくな量になっちゃいそうですね。お肉に火が通ってきたら、ニンニクチューブをニュッと。めちゃくちゃいい匂いする。お味噌とニンニク、そしてお肉、まずいわけない。もう匂いからして美味しいって本能が叫んでいるよ。おー、なんていい香り。コーンご飯が炊けました。開けてみましょう。わー、すっごい綺麗。色とか褪せないんだね。てか匂いがすごい甘い。ちゃんと炊けてるかな。お、いいね。ちょっとおこわっぽい感じ。柔らかめではあるが、そこまでべっちょりって感じではない。バターを抜けて、バターを溶かしちゃう。お花の奥がパラダイスですよ皆さん。飛ぶ飛ぶ。鮮やかな紺の黄色がまたたまらんよ。お肉を好きなだけって言葉知ってます？遠慮なんて言葉を知ってしまったらいけませんからね。バターを乗せて、できた。完成しました。悪魔の味噌バター豚丼です。美味しいものしか持ってない。いただきましょう。まずはコーンご飯から。甘い、おいしい。お醤油バターがいい香り。お塩も入れたんだけど、コーンの甘みを引き出すちょうどいい塩梅で最高。これほんとそのままで十分ごちそうだね。味噌味のお肉も気になるよね。そりゃうまいよ。うまい。混ぜちゃおう混ぜちゃおう。バターもほらいい感じに柔らかくなってきたし、いただきます。おいしい。味噌ニンニク味のお肉が甘めのご飯に合いすぎる。これさ、一見雑なご飯に見えるでしょ？ちゃんとお料理しましたって味なのよ。そんなわけで今日は悪魔の味噌バター豚丼を作ってみたんだけど、簡単なのに最高に美味しかった。バターの香りは偉大です。もちろん丼にしないで、おむすびとおかずとして単体でも楽しめる、一石二鳥。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。では次の動画でお会いしちゃうぞ。アナでした。バイバーイ。